はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員、くつざわりょうじでございます。チェリー777様、じゅんこ様、アシュシュ様、ペリズマイ様、ペリツマ様、近藤隆節様、ご支援ありがとうございました。何度も何度もご支援いただいている方、いっぱいいらしてですね、誠に誠に恐縮でありがたいことでございます。政治活動資金にさせていただきます。ありがたく頂戴いたします。今日12月23日、上皇陛下お誕生日。ちょっと前までは祝日でありました。88歳になられたそうであります。米寿ですね、米寿。宮内庁によれば、確かな記録が残る中で、歴代天皇最長寿だそうであります。めでたやめでたや。これですね、古代の天皇に関してはですね、300歳とか、200何十歳とか、そういう記録あるんですけれども、まあまあちょっと不確か。確かな記録が残るっちゅうと、大化の改新あたりからは、確かに記録が残ってあるであります。歴代最長寿、おめでとうございます。さすが現代医学。ということで、上皇陛下って、義理でもないか、戦前のお生まれなんですよね、確かね。まあまあ医療の発達も凄まじいですから、まあまあ歴代最長寿はめでたいなということであります。ちょっと前まで、今日12月23日は祝日でした。頑張れ日本とかが寒い中祝賀でもやってました。私も参加したことがあったような、なかったような、ちょっと忘れちゃったな。まあ懐かしい思い出であります。今は金城陛下のお誕生日にやるのかな。 NHK 報道、安定的皇位継承権を考える政府有識者会議開催、十分な皇族数を確保する方策として、1、女性皇族が婚姻後も皇室に席を置く。2、養子縁組で旧宮家から男系男子を皇籍に戻すと。こういう2案が示されたそうであります。ネットの反応です。皇族数の確保ってそんなに忙しいの？確かに。仕事すごいいっぱいあるのは知ってましたけれども、男系男子の養子を取ればいいよ。男系男子功績復帰一択、もうすでに内々で養子候補移送、男系男子を愛子殿下の配偶者にしたら解決と。こういう意見もあるな。まあ年齢とか合えば、あとはお互い嫌じゃないとか、生理的に嫌とか、そういう問題もありますね。費用が、税金が、いうのはパの工作員だから、パの工作員だから。帝国の適裁組織 NHK ではですね、まあ女性皇族残留案を一番に持ってきていますけれども、産経ではもうちょっと詳しく伝えてました。悠仁殿下ご即位まではルール不変で、悠仁殿下以降の議論は時期尚早、悠仁殿下ご即位の時点で男系皇族が陛下だけという事態は何としても避けたい、などなど。まあ養子っていうか、旧宮家11家の男系男子功績復帰すれば全然解決じゃねえのかな。単純にそう思いますけどね。なのでしばらくは大丈夫そうでありますけれども、皇族に関して、皇室に関してルールが大幅変更になることはない、しばらくは。悠仁殿下ご即位までは、ですけれども、明治時代の皇室典範改定まではですね、女性皇族が結婚後もですね、まあまあ皇族じゃない夫と結婚してもですね、皇族の身分を有してたそうであります。まあ皇室に残ると皇族の身分を有しているとは意味合いがちょっと違うかもしれないですけど、産経新聞だが、そうすると左翼が騒いで皇位継承権を女系に拡大する恐れが、って書いてありました。分かってるね産経、その通りなんだよな。今ですね、日本の外役
左翼がですね、日本を破壊戦としてですね、日本を弱めようとしてですね、女系女系言ってますんで、これが拡大される恐れがある。男系行為、継承でなければいけない理由を獣医が解説いたします。私は獣医ですから。ネットによくですね、私のことを元獣医とか書いてありますけれども、私は今でも獣医ですからね。誤解なきよう、獣医師免許持っております。人間の染色体は46本、女性は X が46本あります。男はですね、45本 X と Y が1本あります。で、 Y は X の欠損体なんですよ。足1本もぎったもの、X の4本足の1本もぎったのが Y であります。つまりですね、男は女性よりも毛が3本足りないどころか、染色体の足が1本足りない。まあ欠損体ですよ。どちらが生物として完全かっていうと、断然女性の方が、完璧ですね。Y 染色体の特徴、普遍で継承されるという特徴があります。変わらない同一のものが継承される。つまりですね、おじいちゃん、親父、息子、男孫の Y 染色体は同一ってことなんですけど、これ前にも何回も何回も言ったことなんですけど、まあこういうのはね、左翼を見習って繰り返し繰り返し言った方が初めて知る人も多いでしょうからね。悠仁天皇の Y 染色体は歴代天皇全員と同一であります。もちろん金城陛下、上皇陛下、その前の昭和天皇、大正天皇、明治天皇、全員同じ Y 染色体。理論上では神武天皇以来ですね、全員と、同一と。清和源氏の男系子孫である源頼朝、足利尊氏、武田信玄、他たくさんとも同一であります。悠仁殿下の Y 染色体、これが尊いんだ、これが尊いんだ。左翼はバカで分かんないでしょうけど、これが尊いんだ。今年は後期2681年であります。ずっと男系できた重み、神武天皇と同一の Y 染色体、これが尊いんだ。これがもしも万一ですね、ずっと女系継承だったら、それはそれで尊いんですよ。実は神武天皇から女系できましたなんていうとね、なぜならばですね、神武天皇が女性でずっと娘で継いできましたっていうと、それはそれで尊い。なぜならば女性にはですね、ミトコンドリア DNA っていうのが普遍で継承されるからであります。体細胞全部に含まれるミトコンドリア DNA という独自の DNA なんですけども、それがですね、女性は普遍です。おばあちゃんからお母さんに、お母さんから娘に、女孫に、普遍、ずーっとそれが継承される。この辺ミトコンドリアイブっていうですね、映画にもなった、小説でですね、詳しく書かれてますんで、ご覧ください。2600年以上ですね、ずーっと女系できたならば、私も今頃は女系以外許さん、男系は高等断絶を意味するって騒いでたことでしょう。この場合の高等はミトコンドリア DNA のことね。女系推しの左翼の説得にこれ使ってください。今の悠仁殿下と神武天皇の Y 染色体は一緒なんだ、同一なんだ、それが尊いんだ、これ分かんない人はバカだって言ってください。多分理解しないでしょうけどね。岸田政権初の死刑執行3人、早速日弁連や反日人権団体が抗議声明を出しておりました。お仲間の東京新聞が援護射撃の記事書いてありました。2年ぶりの死刑執行に日弁連や人権団体が批判と落胆。古川法務大臣がこの日、死刑廃止は適当でないと発言。ドイツではフランスでは、手ほざいてましたけれども、ネットの反応です。生かしておくのに税金払いたくないんだが、よそはよそ、うじはうじ、世界ではとかいらんわ。犯罪だらけの他国が間違ってるんだわ。むしろ世界は犯罪の少ない日本を見習うべき。死刑廃止を言ってる奴だって身内が殺されたら死刑を望むだろう。被害者の人権は無視する人権だって。被害者は殺されてもよくて犯人はダメっていう理屈がわからん。なんで日弁連が政治活動してんだよ。そうだよね、日弁連って弁護士の団体なんだから、司法でしょ、司法。
政治に口出してくんのやな、あの選挙で選ばれてもねくせに、三権分立の精神に反すかな日弁連の政治家はな。もし死刑を廃止したら日本はこうなります。死刑払い大幅値下げ、これはですね、やった罪に対して死刑を払わなくちゃいけないところ無期懲役と、とりあえず生きてられる、大幅値下げですね。ディスカウントですよ、凶悪犯罪大増加、治安悪化、特にやけくそジョーカー犯罪は激増すると予想いたします。ジョーカー犯罪って無差別にガソリン前で火つけたりまったり、そんなことするやつね。逃亡犯が凶悪化します。これはですね、何人殺してももう、同じだ、無期懲役間違いないんだけど死刑はないって、あと何人殺しても全然刑は変わらないってなったら、警官何人かでも殺してでも逃げようとしますよね。そうすると警察だってただ殺されてないから重武装化しますよね。普段からですね、防弾チョッキ着込んで、防塵ベストを着込んでですね、あとトリガーハッピーか、これどういうことかっていうと、殺される前に撃っちゃいっていう警官の防衛本能ですね。街中、街中の、まあ普通に街をパトロールしてる警官が、普通にショットガンやカービンを持ち歩くようになります。これはもちろん予算も大増大、してね、たまに奪われたりなんかして、大事になっちゃったりなんかしね。あと共産党が暴力革命しやすくなる。公務大臣もですね、廃止は適当でないで、済ましてないで、ここら辺説明してやれよ、わかりやすいからよ。革命夢見る左翼は死刑ない方がいいですもんね。大丈夫、捕まっても死刑はないから、部下に命令しやすいし、まあ後ろめたい身に覚えがあるから死刑反対なんでしょうね。日本より犯罪率が高い国は漏れなく日本を見習えよ。お前らが間違ってんだからさ、それこそがパックスジャパニーズですよ。左翼はですね、自分が認めた以外に体制を攻撃するから、全然リベラルじゃないし、寛容じゃないし、むしろ強硫ですよ。死刑は認めないんですね。共産党も赤旗でですね、多様性の統一とか言ってるし、なんだその青春派 AV 女優みてえな新単語は。これ共産党がもしね、革命成功させて、権力を握ったら、バンバン死刑すと思うよ。今言ってることとは裏腹に、真逆に。で、その時だけ、よそはよそ、うちはうちってほざくっていうですね。結局は共産党が許容できる一つの多様性しか認めんってことですね。統一された多様性。卑怯な左翼には理解できんだろうけど、日本にはですね、あっぱれ名誉なしという、文化が存在いたします。またアニメの話で申し訳ないですけど、島津豊久ね、上将は腹を切るのが決まりじゃ、誉れじゃ。って言ってましたね。腹を切るのが務めじゃ、誉れじゃかもしんない。ちょっとうろ覚えですけど、大阪夏の陣で真田幸村の戦死を知った細川忠興がですね、こう書き記しておりました。左衛門座討ち死に、古今これなき大手柄と、これですね、戦死することによって大手柄が完成したんですよ。そんで今でも知らない日本人多分いないぐらい完成したんですよ、大手柄が。真田幸村って誰って知らない日本人いるかな、いるかもしんないな、中には。まあ女系天皇イコール皇統断絶推進と死刑廃止を訴えると、外国人の権利を強め、相対的に日本人の権利を弱める、これ失敗しましたけど、武蔵野市でこういう動きありましたよね。これ全部ね、反日工作員ですから、きちんと我々は敵視しないといけないですね。敵を敵として敵視しないほど危険なことないっすよ。多分。こいつ、敵だな。思ってそういう目で見て、相手が何言ってきても、敵が何言ってやがんだろうな。だって相手はこっちを敵だと思ってんだもん。そういう人間をですね、そういう組織をですね、こっちも敵だって思って敵視しないとあかんですよ。危険ですよ。まあこういうですね、言うこと、女系天皇死刑廃止、
外国人の権利を強める。こういう連中は全部敵ですんで、皆様あの敵視よろしくお願いします。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。デトックスジャパン。